すっごい上手。すごい。はい、皆さんこんにちは。ジップの篠原です。今回の ASMR は、どうしようかな。まずほら、この白い。じゃあ、すごい、この絵がすごい。見て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 。おお。さ、スライム界の中でも超有名どころ。一昔前の僕ならスライム界有名どころって何ってなってたと思うんですが、もうスライム好きな僕にとってはおなじみのアイスバーグスライムです。見た目がさ、あ、めっちゃいい匂いする、めっちゃいい匂いする。か、まあ、どういうものかっていうと、なんかスライムは作るんですけど、そのスライムにさらにこのベビーパウダーとかシェービングすると固まるのを作って2層にするんですよね、スライム。だからこの実はよく見ると分かるんですけど、スライムの層、まあ、色が淡い層とピンクが濃い層で2層構造になってるんです。この白の部分が泡です。で、その泡がベビーパウダーとシェービングフォームって言ったじゃないですか。だからめっちゃいい匂いなんですよ。お風呂みたい。お風呂のスライムです。そうっていうのを今日はやっていきたいと思います。コメント欄でもね、たくさんコメントもらってたので、やりたいなと思ってたんですけど、やっぱりね、あ、やりたいなって言ったら作ってくれるのが職人 S さんですよ。職人 S さんのスライム工房かっこ自宅から出てきました、アイスバーグスライム。さあ、音聞きますか。すごい。何？
綺麗、超綺麗、超今ボールの底から取れたばっかり。めちゃくちゃ楽しい。ちょっと待って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 。アイスバーグっぽいところはさっきお聞かせしたと思うので、ここからはいつも通りスライムになっていくんですけど、なんだろう。スライム、まあ、顔ぐらいっていうのはこの塊にするか広げるかっていう見せ方でどうにでもなっちゃうんですけど、この顔ぐらいある大きさのスライム家じゃ一人で作れないからね。それをね今できてるっていうのがねやっぱ超幸せ。ちっちゃい頃の夢でした。なんかおもちゃ屋さんに350ml の缶ジュースぐらいのスライムはいつも売ってましたけど、さすがにねこのねなんだこれ多分、ね、1キロぐらいあるんじゃないかなのスライムはねなかなかないからね。いやめっちゃいい、あとめっちゃいい匂い。
段差とかトライアングルとか一回パンって叩いて、それがやっと叩いたことがあって響くわけだから、だから、うん、水たまりとかさ川とかにこう広がる波紋も一回石を投げ込まないと広がらないように、そのきっかけになる音がくっつかないとちゃんと出るんですよ。
ますか。いきますよ。あ、結構気泡の量がこっちは多い。だからなんかパチパチっていう音が混ざってますね。ちょっと聞いてみましょう。わかるかな。ちょっと気泡が大きいな。だからパチ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 。あら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 。
そういうスタンス大好きです。僕は競争するの苦手なんだよ。めちゃめちゃすごい。だってさ、これあれだけ埋まった。いやちょっと見ててほしい。うわこれ結構衝撃映像だから見せたい。いきますよ。今からスライムがいかに手つかないかをちょっとお見せしますね。見て、まずこれだけ手にまとわりついたスライムがあるわけですよ。こんなよ、これを、いきますよ。これでにぎにぎしていくと、ほら、え、魔法みたいじゃない。にぎにぎするだけですよ、このスライムの中で。びっくりした今。うわ、前からそうやっとけばよかった。こんなに綺麗、あんなに遊んだのに。